おはようございます。2020年8月31日です。鳥、あれ、サギですね、シラサギ一生懸命飛んでってますね。静かな朝です。ごきげんよう、衆議院議員の早口和弘です。朝のご挨拶 A です。昨日はですね、本当に少し遅く歩きすぎて、もうさすがにバテましたね。もう途中で誰か助けてくれというぐらいちょっと遠くに行きすぎました。カジロの歩きよんないば、おいも出てくばいって利高社長待っとったぞ。熱川県がやめとくというのは正しい選択ばい。そら良かったばい。こっちはもう本当にプチン熱中症のようになって、やっぱりガンバイ、体っていうのはですね、やっぱり暑さに弱いですね。今日皆さんぜひ昨日はもう NHK のですね、全国放送に佐賀が暑さで乗るぐらいの日だったんですね。今日もすごい暑さだと言われてます。それから南の方は台風が近づいてます。昨日も申し上げましたけども、もう最新の注意をよろしくお願いします。さて、この A ではですね、ディープステートと絶望という、絶望との戦いということについてもお話をしたいと思います。日本は7年間の間接統治を受けていて、そして、外国勢力から、非常にこう干渉を受けてきた、そういう国なんですね。明らかになってますけども、1960年代、この60年代に、当時の革新陣営がどうやって切り崩されていったかっていうのが、もう生々しくアメリカの公開文書で分かってます。で、そこはですね、皆さん沖縄に行かれたら、福津館っていう瀬長亀次郎先生のですね、お嬢様が、今も守ってくださってる福津館っていうのに訪れていただけるとすごく分かりやすいですね。当時アメリカはですね、沖縄も支配していたわけですけども、日本をの革新陣営を切り崩すためにですね、当時の自民党にもお金を渡しているし、いや、自民党だけではなくてですね、当時自社、55年体制ですから、自民党と社会党の、対立構図の中で動いてるんですね、捕獲の。で、その革新陣営を切り崩すためにですね、その中の右派の人たちにもお金を渡して、そして分派分党化をやらせてですね、力を削ぐんですね。そういう歴史の中にいるっていうことをまず申し上げたいと思います。そしてですね、瀬長亀次郎さんの、私デニーさんの選挙の時にですね、福津館に訪れて、本当にその歴史の、すさまじさっていうんですね、もう何と戦ってるかと、見えない国外勢力と戦ってるわけですね。でもその国内の中にはそれの傀儡がいると。で、尾長知事、それから、玉城デニー知事の戦いもよく似てるんですね。瀬長さんのところとですね、尾長さんのところが手を組んで、尾長さん、今竹春さんが、議員として頑張ってますけども、その手を組んでですね、頑張っていくわけですね。尾長さんはもともと自民党の
沖縄県連の幹事長だった人、瀬長さんはその社会党のまさに、対米独立のですね中心となった人ですね。この系譜を組む人たちが手を組んでるっていうこの大きさですね。で、ディープステート DS って言いますけども、もうアメリカのあの議会とか世界の中では普通に使われる言葉ですね。アメリカの中にもステートの中のステート、つまり戦争屋と金融ハイエナがいて、それはあの共和党にいるとか民主党にいるとかそんな単純なものではなくて、あの両方にいるんだと、そしてその両方のものとですね戦ってるんだっていう、論調ですね。あので、じゃあ日本はどうかというと、その DS の尻尾が日本にあるわけですね。 DS の尻尾で、 DS の尻尾はですね、メディアを支配し、巨大なあの広告代理店を持ってですね、おはようございます、あのすごく皆さん世論をマニピュレートしてきたと言われています。で、今回ですね、おはようございます、安倍首相が辞意を表明して、おはようございます、先生ご無沙汰します、風邪で頑張ったですね。ああ先生ですね、俺は目だけで出てるから分からん場合もあります。で、その支配をしているものがですね、まああからさまにあの、おはようございます、いろんなことをやってくるわけですね。で、その DS に支配をされたところがいろんな数字も出してきますから、あのそれを見てみんなが絶望するわけですね。まあ今回の数字がどうかはわからないけども、この新型ウイルスの危機の中で、ずっとこういうことが言われてました、おはようございます、どうもおはようございます、皆さん早いですね。あの大したことない大したことないって最初侮るだろうと、まあその通りになったわけですね。その後大変だ大変だと言って、そして資源を、政策資源を浪費した上に右往左往してですね、そしてまた、大したことない、とりあえず見なかったことにしようということにして、その後何が起きるかというと、逃げ出すと、いなくなるということを藤原先生のインターネットラジオでもおっしゃってましたね。まあ、今回の安倍首相の辞任は病気だと言われてますから、必ずしもこれに当てはまるかどうか分かりませんけども、外形的にはこの危機の時にですね、リーダーをが変わると、この冷厳な事実は変わらないわけですね。で、そこからすると何を今やろうとしているかというと、ここに群がった人たちは何を考えるかというと、スムーズな、交代ですよね。スムーズな交代、ここで揉めてしまっちゃいけないわけですよ。で、一昨日ぐらいから、流されている、おはようございます情報で、もうそのそれを見るとあらかた、昨日で勝負がついてると見てもいいですね。私たちも党員サポーター、それからパートナーズ投票をしたいんですけども、結局この結集に、合意に至るまで、まあ散々パラいろんな障害がありました。時間をかけすぎましたね。だから回答新党を作るとしたら、
そこにですね、地方組織のスムーズな移行まですると2ヶ月は最低でもかかると6月に申し上げた通りで、で今まだその最終段階にいますから、これから6月2ヶ月って言ったらですね、もう8月31日ですから、10月の終わりになってしまうわけですよ。もう間に合わないじゃないですか。9月の半ば過ぎに総裁選をやってですね、総理を指名する臨時国会、あれほど開かんと言ってたものを9月の17日に開いてですよ、そしてそこで解散となったら、その名寄せをする暇もなければ、意向確認、皆さん、国民民主党の党員サポーターでしたね、立憲民主党の党員パートナーズでしたね、結集新党に行かれますか、これを確認するだけでも相当の時間がかかります。私のところだけでも何千とお願いをしなきゃいけないわけですね。もうそれだけで作業が終わるぐらいだから、代表選挙に参加をしていただくっていうのはもう当然の話なんですけど、それの暇がないんですね。まあなんとかこれできるかどうか考えてみたいと思いますけども、何が起きてるかというと、まさにその何でも変わり目が一番弱いんですよ。変わり目が、虫でもですね、まあ僕らは虫じゃないですけども、脱皮するときに襲われればもうひとたまりもないですね。まあそれがこの9月になってるわけです。でそこで今日申し上げたいのは、絶望との戦い、いろんなところで諦めさせようとしてきます。どうせ変わらないんだと、一気にですね、内閣始まって以来の最低の支持率が50何パーセントになったっていうのを見て、ああもうやっぱり日本は変わらないんだ、日本は特別な国なんだ、これだけ新型ウイルスで感染が広がって国民が辛い思いをしてるのに、そうじゃない人たちはやっぱりこうやって支持をするのかって思ったって昨日メッセージが来ました。もう逆らうのはやめましょう、行くとこまで行きましょう、トドのつまりまで落ちないと分かりませんからっていうメッセージもありました。でもですね、それは思うツボです。日本人が日本を諦めてどうするのか、この8年間で世界を回ってくると、友人たちからこう言われました。日本は歴史の修正主義の国にいつから落ちたんですか、人権を踏みにじる議員のことをそのまま放置する、いつからそんな国になったんですか、人権は守られるんですか、報道ってあるんですか、自由な報道って潰れたんですか、日本とビジネスをして何か利益ありますか、アメリカの本国とやっときゃいいんじゃないですかっていう人までいました。本当に悔しくて頬を噛みました。去年アメリカに行った時もですね、自分でアポイントを友人たちとやった、それはもう去年その前と変わらないレベルの人たちが会ってくれましたけども、オフィシャルで行ったところは会える議員たちのランクがもう激落ちしてたんですね。驚きました。そしてその言われる姿勢が、アポイントが入ってたにもかかわらず2分とか3分ですね、もちろんハドソン研究所で講演をさせてもらって、拉致の被害者の皆さん全米に向けた訴えはできました。だからそれはもう素晴らしいアレンジをしてくれる人たち
のおかげだと思います。あの大使館のですね人たちも含めて、しかし外務省の人たちも一生懸命やってる。だけども日本の凋落ぶりっていうのは目を覆わんばかりだと、もう久々にアメリカに、行くことで思いましたね。おはようございます。で、今日申し上げたいのはですね、私たちはここで負けてはならないということです。早く結集新党の姿を作って、そして、絶望とも戦っていかなきゃいけない。安倍内閣ってある意味で人々のなんていうかな、学びを奪われ、格差が広がり、そしてその互いに遠差の声を上げ、そこに心理的にですね、新自由主義、新保守主義の人たちが付け込む余地が生まれたんだと思うんですね。で、もうこれで A を終えますけども、おはようございます。この美しい朝に思うのは、私たちは明けない朝はない。必ず夜が明ける。そして次に引き継ぐことができる。やめること、くじけること、そして止まること。それは敗北を意味するということだと思います。ツイッターでもですね、かつての仲間のメッセージを見ていて、はあ、ここまで変わるのかと、ここまで人間は変わるのかという、そういう思いもします。だけどそれは歴史の中の一つの場面に過ぎません。東条内閣が終わった後の内閣は全部短命でした。それは無理なことをいっぱいやってるからですね。安倍内閣を引き継ぐものは、短命だと思います。だからこそその権力基盤から丸ごとですね、こちらへ移していかないといけないと、そう思います。日本の独立自尊、そして一人一人の命と暮らし、未来を守るためにですね、頑張りたいというふうに思います。それじゃあ、まだスポーツ選手はいませんね。ごきげんよう。この涼しさだったらなんとかなりますね。アリーナもだいぶできてきました。私も今回選挙事務所をですね、どこにするか、裏の田んぼに丸太小屋でも建ててやるか、事務所っつったって人が集まれない、空気をこう入れ替えることができないとダメですからね。いつもお願いしているところはこれビールなんで、しかももう空調があれだから、ちょっとどうしようかなと考えてます。じゃあ皆さん、今日もたくさんの祝福がありますように、取り戻しましょう。そうです、取り戻しましょう。ありがとうございます。じゃあ、ごきげんよう。選挙制度ですね。しかしもう選挙制度を変えてる時間とですね、日本のこの危機の対応の時間、それを考えると、選挙制度を変えるのはですね、そうですね、3つぐらいの総選挙を経ないと無理ですね。その余裕はない。で、今の小選挙区比例代表並立制の中で勝ち上がっていくしかありません。皆さんの地域でですね、いい人材ぜひ教えてください。押し上げてください。ありがとうございます。ごきげんよう。